養老釣りオタクです。今回も昭和桜狙いです。うわあ、そこにいる。なんでよ。なまらいるじゃん。お腹いっぱい？今回のポイントは人があまり来ない場所なので、風景をあまり映したくないので、ちょっと見づらい動画になってしまうかもしれませんが、ご了承ください。くっそ。現状を説明しますと、朝一のポイントを外し移動してきて7時半ぐらいの映像になります。来てすぐ、もじり、羽はありますが、手前ばかりで、ジグには反応がなく、ミノーでいろいろやってる最中であります。ガフテー。マジで。くえ。ルアーかな。いつも使っているミノはチェイスはあるんですが、なかなかヒットに持ち込めないので、今年発売のフォレストのトラウジョンを使ってみました。フォレストいってみよう。するとすぐに好反応を見せます。来た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 。あ、バレた？うわー、くっそー。いやー、合わせ損なかった。いやー、ストップかけた瞬間、あのひったくられた。合わせが甘かった。いいよ、フォレスト食ってきた。ワンちゃん来い。ギラっつったから完全に桜です。いやー、あんまり今のが大きくなさそうだったな。ストップ中にヒットしていたようで、ラインが持っていかれているのに気づき遅れてしまいました。
よし、当たってた。よし、よしよし、よしよし、よし、でかいんじゃないこれ。やばいやばい、超やりづれ。あ、足場だけから。よし、よしよし、よしよしよし、落ち着いて落ち着いて。これ下も届くかな。釣れ。よしよしよし、釣るっぽいな。よいしょ、釣れだな。超むずいんだけど。はい。よいしょよいしょ。あ、やべやべやべ。ちょっとこれ。ちょっと待って、どうしよう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 。降りるしかねえか。いや、ちょっと待ってよ。サイズは小さいけど、まあ、今時期らしい太いの。いやー、すれかかりが残念だけど、まあ、アタックしてきたのは間違いないと思うんで。いや、追ってた。くっそ。こちらのフォレストトラウジョンですが、143S シンキングミノーになります。カラーはこちら以外にグリキンと赤キンだった気がします。結構ジャークかけなくてもリトリーブスピードの変化だけでもいい動き出せるので、ルアーケースに1本でも持っておくといい思いできるかもしれませんね。よっしゃーしゃー、うわーい、またすべ、うそん。
この1本を追加したところで風も強くなり反応がなくなってしまいました、今回すれがかりではありましたが、使用していたゴーストオオナゴは食いが渋い魚に効きそうなカラーなのでおすすめです。この後サーフに移動したんですが、なんと数頭で釣ることができたんですが、申し訳ありません。録画ボタンを押し忘れていたみたいで映像が撮れていませんでした。しかも自作のウィンクでの超過で今シーズン初の60アップだったのでとても悔やまれます。重さは 3.4 キロともう少し太さが欲しかったですが、1日3本といい結果を残せたいい1日となりました。次回も人気の超朝倉動画になりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また見